正義感を掲げてから湧いてを切りすぎてか何か気分を一つ取れなくなよ。便利なはずの千里眼で余計なものまでが見え始めた。あんたの笑顔さ
ありがとうございます。こんにちは、日食夏子です。と3人しかいないで、もう本当にバックバックなんですけど今後も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。このバンドは私が2回生で、サオシャンが3回生で、エルナさんが4回生なんですけど、まあ、個人的に各学年の中で一番仲良いは2人かなって思っててから2人と一緒に最後に決めて、とてもすごい嬉しいです。喋ってきますか。じゃバリュー時間だじゃあ巻きに報告しますか。じゃあ喋りたいんですか。喋っときますよ。今日の服の色のこととかこんにちは。日食夏子は私が誘ったバンドなんですけど、まず日食夏子知ってる人います。あ、結構なんか日食夏子っていうのは夏子さんそう、ピアノボーカルで2人でやってるやつで、ライブは大体ドラムとピアノの2人でやってて、ピアノ本当はサホジョウが歌う予定だったんだけど、ずっとなんか飲みすぎたから出会いこっちを誘ったんだけど、もうなんか今月私たちと出会いこっちが大きくなっちゃって、でも結果的にはめっちゃこの3人で組めてよかったなって思ってね。で練習中とかもめっちゃ楽しくて、なんかさっきも上田さんの時に言ってたけど初めなんか組んだ時は割とあいこっち猫が受けたんだけど、もう日食の時はもううんこんこいもう言えるぐらい最後に一緒に組みたかったから、このバンドできてなかったらよかったです。ありがとうございます。やりますか。はい、じゃあ次の曲やります。竜巻の踊る日。今日はただの子が
ございます。